名古屋市水北、糸田町を通る上野街道を上野街道は、京都と鎌倉を結ぶ鎌倉街道のうち、愛知県名古屋市水北を通る部分の通称。水北の鎌倉街道は、別名上野街道と呼ばれている。上野の道は、長州雑誌によると、糸田より鳴海に至る、上野と呼ぶ、ものあり。終わり巡行期にも、このあたり、上野街道の後なると、疑いなし。 すべて東海道が成立しない前のことである。ルートの出典、なる味方使用費に、裏やなりぬらむ、上野の道を行く人もなし一前上二所体の、関地像を、不死に道祖神の像とする説によりて、今村に集て上野の道の跡を広ぬれは、大木村の東に江干街道と運寺のところあり、また、それより、糸田八幡の神主宅の前の地を、お今、上野街道閉じおこ、よし、 されはこの辺り上の回路のとなることぎいなし、この村桜村小なるみほど近し流泉寺、藤原市長卓拒跡から島川稲荷の中に卓居市の石踏みがある。糸田付近に流された大城大臣、藤原市長の屋敷があった。亀井山流泉寺行期が回帰した薬師寺という大臣の拓中に流泉庵流雲庵福殿院、明記院、 クラデン案のご案あり、応仁の乱の頃に、流星案のみ残り、亀井さん流星寺となる。ありがとうございます。